アメデオディ、サボイア・アオスタは、イタリア王家である、サボイア家の防御サボイア・アオスタ家の当主で、第3代アオスタ公。第2代アオスタ公、エマヌエーレ・フィリベルトとエレナ・ドルレアンスとの長男として、トリノに生まれる。1931年に、父が亡くなると、アオスタ公となった。イタリア王国の第一次世界大戦への参戦時に、わずか16歳で、志願入隊し、 単なる輝ける、ボロを入れたいの五長から戦争の功績により、中位に昇格した。1930年代には、トリエステのミラマーレ城に滞在し、ゴリツヤの第29砲兵連隊を指揮した。第二次エチオピア戦争を経て1940年に、イタリア領東アフリカ帝国の復興となるが、翌1941年に、イタリア領東アフリカがイギリスに占領され、 捕虜になる。1942年、タンガニイカにある、イギリス軍の捕虜収容所内で結核とマラリアを併発して死亡した。公爵位は、弟のアイモーネに引き継がれた。1927年11月5日ナポリにて、オルレアン家当主ギーズコギーズャンの娘アナと結婚し、以下の子を設けた。ありがとうございます。